5時23分か。これパート何本？パート何本？38、39、パート39、シェム実況パート39でございます。どうもお久しぶりでございます。アザラシです。やっていきましょう。コンティニューで終わったところからね、すっかりあの間が空いちゃった。これあれじゃねえか、ジミー、ゴロ、曖昧な記憶で。マットエンジェルスのこと。兄貴お疲れ様っす。全然白心の演技して、なんだ大声出して。その名前でかい声で言っちゃダメっすよ。そうなんだ。なぜ？なぜ？なぜって。なぜ？お前マットエンジェルスのことを。だから大声で言わないでくださいって。もっと慌てたような顔表情できんのか。なぜだ？なぜだ？それは言えないっす。兄貴が何を調べてるのかわからないっすけど。あんまりおっぴらには探らない方がいいっすよ。おっぴらにはってことは。マッドエンジェルスのでかい声で言っちゃダメっすよ。天道目に合わされるっすよ。そうか、じゃあまた。まだな。ウィース。もう話しかけられない的な、もう話しかけられない感じかな。うん、話しかけられないね。もう帰るよ、帰るよ。バイトして雪の降りしぎる日にね、バイトをしながらマッドエンジェルスの情報を集めねば。あっと、ちょっと待って、あえんか、もしかしたら6時かなと思った。今あとまだ10分ぐらいある。バースの時間をね、6時とあの時間ぴったしの時間の時と30分の時、6時ジャストとか、そういう時まだ時間があるな。この辺で話を聞いてみ。バスに乗れんじゃないか。何の話を誰に聞きゃいいんだ。マッドエンジェルスの話を探れと、この雪の日に。クリスマスなんです。お家でヒデさんがチキンを焼いて待っているはずなんです。ターキーを、チキンなら、チキンもしくはターキーを。うわ、危ね、引かれるかと思った。誰に話を聞きゃいいの？トム。トム。はい、ウィオー。マッドエンジェルスのこと。ちょっと聞きたいことがあるんだ。マッドエンジェルスって知らないか？オーノー。ベリーデンジャラスなグループ。デンジャラス。ウィオー、関わらない方がいいよ。中国サンキューな。他に知ってることは？バイクでよく人を襲うね。どうやってバイクで人を襲うの？港のホームレスもたくさん怪我してるよ。ほう、そんなに悪どい奴らなの？悪どい奴らなの？とてもクレイジーね。あ、クレイジーという方面で。そうか、何の情報も引き出すのね。ハニーさん。ハニーさん。はい、リオ。ヒロ小池。マッドエンジェルスって聞いたことありませんか？マッドエンジェルス。マッドエンジェルス。知ってるんですか？トムは多分世にまだ話してないと思うけど。ほう、何かあったんですね。ここにお店を出してから何度かマッドエンジェルスが来た。こういう服ってさ、本物のブランドだったりするのかな。それでどうなったんですか。本物のちゃんとしたブランド、こういうところではバナーじゃないですか。喧嘩にならないように、あの広告を出したらいいよな。出してもいいんじゃないかなと思うけどな。マッドエンジェルスちゃんとしたなんかあのファッションブランドみたいな。悪い奴らには関わらない方がいいね。スポンサー料みたいな。何の情報も得られないな。食堂に行ってみるか。食堂か、あの、喫茶店じゃねえな。コンビニみたいな。トマトマートに行ってみよう。休憩所って感じかな。休憩所、うん。ドリキャスがめっちゃギャーギャー言って、ギーギー言って。情報らしい情報を引き出せそうな人いないね。このコンビニの店員さんにとりあえず聞いてみますか、マッドエンジェルスのこと。あの、すいません。すいません。はいはい、何でしょう。マッドエンジェルス、マッドエンジェルスについて何か何か知りませんか。大っぴらに聞くんじゃないってゴロにも言われたばっかりなのに。大きな声で言わない方がいいよ。そうかい。そうですか。それだけ？マッドエンジェルスのことで。あなた爽やか系なんだからさ、港で生きがるよりもっと美味しい道を目指そうよ。ほう、オーディション情報とか私詳しいから。それしか言わんな。いや、俺はそういうのは
それしか言わんな。でもこれさ、あの女の人が男の人にこう声かけてるから言えてるよね。ね、逆にさ、これがあの店員が男でさ、ちょっと可愛い感じのお客さんが来た時にさ、君オーディションとか受けてみればいいんじゃないの、俺そういうの詳しいからさって言ってさ、それついていく女の子はどうかと思うよな。どうかとっていうか、もう完全にあのもうそういうあの世界に片足踏み込んじゃって、もう帰ってこれなくなるパターンだよな。アダルト ビデオに出演させられてしまって、もう取り返しがつかないみたいな。走ってらっしゃる、あ、めっちゃ速かった、話しかける余裕もないぐらい速かった今ね。女の人だから君ジャニーズとかそういったあのアイドルとか目指せばいいんじゃないの、私悔しいからって応募してみたらみたいな。女の人だからできるけどって感じ。お、なんかすいません、なんだい、偉そうな人。マッドエンジェルスについて何か聞きすぎでしょ、マッチ。人に、ね、人に聞きすぎでしょ。外国人の集まりだと。外国人の集まりなんだ。外国人ですか。よほど情報をもらってるこのおっさんの方が。他に何か知ってることはありませんか。そうだね、詳しいことは知らないけど、あんまり関わらない方がいいんじゃないの。外国人っていうのはトム役に立たんの。トム役に立たんけど、こっちのちょっといいですか。おう、おう、こうなんかすいません、消そうな気がする。マッドエンジェルスについて何か知りませんか。マッドエンジェルス、何問題それ。これダメだ。すいません、探り回ってたぞこの高校生が。リョウ君、マッドエンジェルスについて何か知りませんか。距離感がいいね。マッド、私にはわからないけど、それ何かしら。なんでしょうね。いえ、ご存じないならいいんです。じゃあ失礼します。ええ、ほえ、あ、時間、あ、電気、電気が突き出す時間でした。あら、あらあら、この辺をうろうろするなと言っただろ、ジジイ。このために帰れなきゃ。引いちまうぜ。テクニックあるね。やめろ。なかなかバイクであそこまでの動きは怖くてできんよ。弱い者いじめはやめろ。やめろやろ。偉そうなこと抜かすじゃねえか、このガキ。じゃあ今度はお前に遊んでもらおうか。ほう。何？何？バイクで俺たちと勝負しな。勝負？バイクで？チキンレースさ。おねえの知ってんだろ。バイクにも乗ったことねえよ。付き合ってやってもいいが、俺が勝ったら二度とこの人にやってる。やるの？いきなり。ちょっとあの身の程知らずもいいとこじゃないか。あいつが合図を出す。このカンカラが地面に落ちたらスタート。カンカラが。行くぜ。どうした、ビビったのかよ。エキサイトキューティー、もう諦めたのか。ほらよ、その前避けなかったらどうなるのかだけ見させてくれ。俺の勝ちだな。俺たちの島で二度と偉そうな口きやこれ、落ちるんかと思ったらチキンレースだからさ、この橋のとこからダバーンって言ってさ、ドーンって言って、そういうあれを見れるかと思った。しまったー、今のもう一回やらせてくんねえ。どうしよう、やり直しをすることに決めた。今コンティニューからもう一回やり直す。まだ10分だからやり直せるだろう。ファイルがありません。嘘だ。今日はここまでにします。